はい、こんにちは、ともです。今回は超究極に、ね、挑んでみようかなと思います。刹那に思いを込めて。はい。とりあえず、メモリーがね、強そうだったんで、メモリーを入れてやってみようかなと思います。おぉ、うんぼ、ナイス。いいよ。で、スキルなしですね。はい。スキルありだったら、もしかしたら結構簡単かもしれない。うん。もしかしたらね。はい。OK。で、ダメージを受けながらやっていくと。で、このひっつき地雷が、まあ、4ターン起爆なんで、1体か2体は、別に地雷なくても大丈夫ですね。はい。で、シールドを取って、スモッグとかダメージボールに触れてしまうと、全然ダメージ食らわないから、その辺ね、気をつけてください。うん。いやー、倒せないか。ワンチャン倒せないかなと思ったんだけど、うん、アイテムね取りつつちょっと倒したかったね。ちょっとまあでも耐えていないと。はい、 OK。 で、一応ねメモリーの睡眠弾でもしかしたら事故る可能性あるから、その辺ねちょっと注意した方が良さそうですね。はい。で、ここから剣も持ちつつ、スモッグに触れてダメージを稼いでボスに火力を出していくっていう感じですね。はい。はい、オッケーかなーって思うけど、オッケー。でも睡眠弾のおかげで、そう、これ本来なら蘇生するんですけども、睡眠弾のおかげでまあ蘇生は防げると。これ偉いね。オッケー、いいよ。オッケー、普通にメモリーが仕事してるね。で、次のターンがね結構やばいです。次のターンが正直一番むずいと言っても過言じゃない。先にこれ次のステージ、核が出てくるんですけども、核ね、核が出てくるんですけども、これがダメージを稼いで火力を出さなきゃいけないんですよね。だから、でもこのダメオがねそんな食らわないと思うじゃん。結構痛いんで、はい、気をつけてください。はい、そろそろ眠りだ。で、もう、とりあえずもう1本 SS 打てるんだったら打っちゃいます。はい。で、紙おむつもね結構火力出るんで、紙おむつはねこうやって処理することをおすすめします。はい。オッケー。で、これねシールドがあると結構面倒だから、こうやってオッケー、結構火力出ますね。で、ダメージを食らってカウンターキラーをもらいたいところなんだけど、オッケー。で、これでカウンターキラーがもらえるんで、めっちゃダメージをもらいながら、オッケー。行くぞ。セカンドプランの申し子、我が聖天体制。うん。で、一体メモリー入れておくとだいぶ違うっすね、なんかさっきから。で、先にカチリンを倒しに行く。OK。 で、その次に、この上のザコのセットを倒しに行ってあげます。はい。で、とりあえずもう SS 打っちゃおうか、これ。はい。体を苦
オーケー、はい、オーケー。でこっからボスと一騎打ちですね。先に、スモークに触れてからシールドに触れましょう。なのでオーケーと言いたいところだけど、うわー、ちょっと待って、上の剣取れなかったね。だからちょっとめんどくさいことになった。でレーザーバリアが張ってきます。このレーザーバリアの意味何なんだろう、マジで分かんないんだけど。あー取りたくなかったな今の。薄く弾きます。オッケー、まあ、まだまだターンに余裕があるんで、しっかりとメモリの超 SS 短縮を活用しつつ立ち回っていきましょう。なのでこれだったらオッケー、オッケー、オッケー、一発弱点当てるだけでもだいぶ火力出ますねこれ、やば。はい、オッケー。我が究極を超える限り、その身は倒れることはあらず。うん、でここも結構やばくて、うん、でダメージは食らわないと。はい、オッケー、うん、オッケー、全然ダメージが来ないと。とりあえず一個だけ調整しとくか。はい、あー触れないで、あー終わってるわ。ああ大丈夫だった。で、これ SS1 本打った方が良さそうな気はしてる。はい、そろそろ眠りな。OK、 さあこれ結構ダメージ出たりするのかな。はい、いけ、 OK。 あれ、どうした。究極の人たち、攻略完了だ。見事、よくぞ我が究極を。え、あ、そっか、こういう攻略できるのか。あっぱれである。かっこよ。原作知らなくてもこういう感じに楽しめると思って、やっぱりモンストのいいところだな。ということで今回は超究極に挑んでみました。メモリー強かったですね。はい、ということで今回は動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。